カロリー摂取選手権イエーイ。あれ私これ超楽しみ今日。いいでしょ、うん、楽しみでしょ。車さん、車さん、ちょっと意義があります。なんだろう。僕とマサ今ダイエット企画収録してるんですよ。チートデイ、チートデイ。俺もうすでに勝負始まって今1ヶ月経ったんだけど、一昨日始めた。どういうこと？どういうことですか？1ヶ月飲み食い好き勝手やってる。ねえ。だからまだセーフ。まだセーフ。酒飲んでる写真上がってる。それは俺も疑問だった。でもっっ今日はこの企画で買い物するの超楽しかったもん。フルコーサーウキウキ。そうそうそう、これも入れよう、これも入れようみたいな感じでカロリー見ずにどんどん入れてったわ。ちなみに俺はこの1ヶ月間実況しても焼肉とかも全部いかなくなったし、ご飯もちゃんと気をつけてます、うん、お酒も飲んでません。えらなので、じゃあもうチートデイ、チートデイ。今日の企画はですね、はい、嬉しそう。このようにですね、わあ、敵だ、はい、わあ、わあ、コンビニエンスストアでですね、やばいやばい、いや、うわぁ、いろいろな美味しそうな食べ物、みんなカロリー見ちゃダメだよ、これ、ね、あ、見ちゃダメだよ、絶対裏に書いてるから大丈夫、ちょ飲み物もちゃんと、うわやばいさ、これ、ね、ちょっとね、基本、カロリーといえばカロリーメイト、ほうほうほう、はい、美味しそうな菓子パン、はい、美味しそうな飲み物、はい、お菓子も、あら、サシャのイチゴが一番美味しいですよ。美味しいやろ。これ美味しい食べ方は冷凍庫に入れるのが一番いいです。あ、そう、パリパリになるよね。パリパリになって美味しいよね。お前ダイエット本当にしてる。いやいや、今最近は食べてないっすよ。ね、まあまあ選ばないと思うけど、まあ、一応ね、で、なんこれ、ね、お、おおしよし、これダイエットな感じじゃないですか。一応ね、こういうのもね、はいはいはい、まあまあ混ざってますが、今日はカロリー摂取選手権でございますと、はい、この日本がどういう状態になってしまってもなんかシェルターの中に入らないようなといけないような状態になって、食物が少ない状態でも効率よくカロリーを摂取できるかという選手権なので、別にもう今から5分後にシェルターに行くとどれを持っていくかってことだよね。ここにいるから2周1人ずつ選んでいって、で合計カロリー2つ選んで、合計カロリーが一番高い人が勝ちです。そしてちなみにその場で食べます。食べきらなかった場合は、あ、食べきれなかった場合はそれは合計点に含まれません。うわー、いいわこの企画。いいでしょ。じゃあウキウキの砂さんからいく。あのね、私ね、うん、普段まあちょっと日々ダイエットしてて、基本的に菓子パン封印してるんだよね。あ、もう超嬉しそう。だから多分私これ系のやつ食べるのほんと半年ぶりぐらいで、目の輝きが違う、うん、普段からねやってる方は、あ、今日は別にいっかってなってるわけ。だから、ね、うわ久しぶりにこういうの食べれると思って、いつも食べたいなと思ってこういうの裏見てカロリー見てわってやめようって言って抑えてるから、結構私ねこれ系カロリーに、ね、詳しいです。ぶっちゃけた話、結局これ系が高い。はいはいはい、あ、ヒント出して。でそれやばくない、まあ、それ3連 A からな。これ相当、これ砂亀予想900キロカロリーいやあるね。一番高いの多分これだわ。これやばいか、これブリンドン、ちょっと、ね、あ、どうしよう、悩む、うわ超悩む、悩むけど、ま、食べちゃっていいのこれ。いいよ。うわ半年ぶりだから心マジで踊る。いっちゃっこ、あ、ない、超悩む。でも、いや、でもスラさん多分これだね、強いの。これ案外ね、カロリー低い。いや、メロンパン、メロンパン舐めんなよ。いや、低く見せかけてて、ドーナツ舐めんなよ。多分ね、こっちの方が、いや、絶対こっちの方が高いね。クリームとかあれ、こういうのもやばいっすよ、多分。クリームはね、あ、これはマジでやばい。これマジでやばい。いや、これマジでやばい。いや、クリームは空気、軽いんで。そんなわけない、バカだって。ほんとにダイエットやったとか、400、400、300、300、つまり、いや、絶対300なんて、300じゃないよ、絶対300じゃない。メロンパンだと思う。いや800、900なので、ちょっといいですかこれ、400いっちゃって。どうぞ。あ、400、はい。おー、あ、俺の番だ。高いんじゃない。多分これね、相当カロリー強そうだと思うんだよね。まあ、これあの、ちなみに15個あるじゃないですか。で、10個選ぶじゃないですか、うん、やっぱ1番負けて最後にもう1個みんなが選んで食べるっていうルールありますよね、うん、あ、いいかもね、それで、うん、なるほど。で、まさ、それカロリー高いと思いますよ、ね、いった方がいいと思います。うるせえな。絶妙に勝たないけど負けないところ選ばないっていう。ほら選べよ、4位が一番いいから。いや、まあこれはやばい。でもね、負けたくはないんだよ。多分これ結構いく。これ結構いく。飲み物わかんない。これいくな。いや、飲み物のカロリー舐めんなよっていう。え、飲み物いきますか。これ意外とスッと飲めそうだけど、ね、いや飲めるけど300っすよ。カロリーはやばい。これもやばい、絶対。やばそう。これバターだもん、バター。待って、これプリンパンやばいって。これなんだ、持ち歩きチョコ。あ、これにします。
おお、それなんだよ。これはね250、もっと、いや300、いや舐めすぎ、カロリーを舐めすぎ、本当に。これがこれ250だったら俺あの町内一周逆立ちで歩いてるよ。早く食べたいから選んで。あ、ごめんなさい、300あるよ。マオさんあれですよね、やっぱ俺とマオさんで戦って、うん、カロリー低かった方はじゃあ最後にこれ食べるよって言いますよね。言えるね。おいお前お前ちょっと待って、いや男借りてみ、ビリは嫌なんだけど。え、でも手取ったよね。いや、ビリは嫌なんですけど、お前お店とかで手取って戻したい。本当に強いと思う。これね、多分ね、これ多分一番ダントツだと思うんですよ。相当ケーキと。これね、3つあるから、これシンプルに3つ分なんですよ。でもね、シンプルにちょっとね、ちょっとやばいかもしんない。こちらいくらぐらいでした？値段わかりませんよ。これね、165円ですよ。165円。いや、俺正直、メロンパンめっちゃくると思う。ごめん、やっぱり私これなんでいい。何？え？なんで？あの、食べたい。でも今日は自分へのご褒美にしてたんで、食べたい。え、しかも食べるよ、これ。自由な人に立ってくれるの嬉しいけど。いや、セブンにも三連ドーナツみたいなやつがあって、いつも食べたいと思ってて、でも太るからやめようって言ってたんだよね、今まで。それ候補として、うん、ついにこれ食べられるんだ。基本的にカロリーこれかなって思ったけど、意外と薄いから、うん、その揚げ物系のこれで、やっぱそのドーナツ系と、あとやっぱこれも俺は高いと思うんですよ。いや、この3つの中で一番カロリーが、これだったら俺的には、意的には量多いから一番カロリー高いのを食べたいんですよ、うん、実際どれだと思います？ガチで予想したら、あれね、ガチでカロリー一番高いの、ガチで予想する？いや、これこれ絶対これ、あのね、いや、これだと思うな。絶対これ。ドーナツは油で揚げてるのがやばい。多分そうっすよね、うん、え、でも真ん中空いてる？真ん中空いてるけど、そんなんで油が取れると思うなよ。いや、これよ。いや、俺これだったら一番軽いし、俺これが一番嬉しいんですよ、本当は。食べたいの、これ。ああ、でもカロリーは一番だよ。いや、カロリー一番もうこれでしょ。絶対もう。食えない。食えない。これね、食べたいけど量が多分。だって、カーソンってやったらプリンプリンって。プリンプリンって言ってたよ。いや、これいくわ。いや、これね、俺か、これ今回勝つよ、マオさん。間違いなくこれよりは、こっちの、これよりはこっちの方が、それはそう。勝ちます。俺2巡目で調節入れるから。マオさんに勝ちます。これいきます。まあ、俺なんか、無難なとこ。普通に食べたいから、カロリーメイト食べたい。え、カロリーメイト食べたいんですか、こんなのね。あ、でも、一応、別にいいのか。そうやね。俺なんか知ってるからさ。そう確かに。変に参加するの、おかしいなと思いながら。なるほどね。食べたいから、カロリーメイト食べたい。はい、ちなみに、じゃあ、もう言っちゃおう。これ、400です。で、だよね。うん。そう、1本100なんですよ。100が4本入ってるはず。そう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 。カロリーメイトってそうなんですよね。あ、経過です。どうしよっかなぁ。見ちゃった、見ちゃった。俺これ食えなくなりました。はい、見ちゃった。いつもの癖で分かるでしょ。分かる分かる分かる。やったらダイエットしてないやんなってる時、もうマジで見るんだよ、手癖で。いや、すげえ分かる。病院見ちゃった、今。危ねえ、食いたかったのに。これこれはちょっとダイエット組にね、企画組に譲ってあげたいなって気持ちがあるから。いや、取らないよ多分。ワンチャンで俺勝ちたいもん。あの調整でね、負けたくはない。いや、でも思ったら負けたくはない。選ぶはあるよ。でも一回ブランドのとこ行ってやればこいつだよ。そう、相棒はこいつ。相棒はこいつだよ。いや、でもね、絶対これ高い。これバターで、バターレーズンバター。あ、ちょっと強そう。重い。ちょっと強そう。レーズンバターを揚げてるクッキーで挟んでる。もうカロリーかけるカロリーイコール最強で。あ、こいつ強そう。これは確かにあるな。あのね、クリームが重い。まず食べたいの食べるわ、うん、あー、いいと思うよ。食べたいの。あ、いいとこ、いいとこ。シュークリーム。カロリー高そう。いいとこだよ。300ぐらいはあるよね、さすがに。いや、これね、350。おー、350。私は分かった。まず1周目、カロリー確認して食べましょう。じゃあ、行きましょう。僕はせーの、ドン。あった、281。おー、281。私は400。結構でかいよ。441。おー、でかい。これ、上げてる。いや、400ぐらい、400ぐらい。分かる。そんないかない。俺はね、328。これいかないでしょ。で、これが、これはいかない。300、300、300の900ね、これ。そこまで言ってなかったと思うが、でもね。200、240、240だから、まあ、だいたい、689、700。食べるよ。いいの、俺。最悪俺、プリンで逆転するから。みんなチートデーだよ。ちなみに俺も一応ダイエットはしてます。夏に向けて。いや、私もダイエットしてる。うわ、うわ、ダイエットする。うわ、すごい。うわ、こういうの食べるの。結局これがいいよ。バカうめえ。あ、罪の味がする、うん、でも実はチートデイ2日前にしたんですよね。あ、ヒカキンの味噌ピン食べる動画あげたんで、あ、これチートデイですって言ってあげたのに、その2日後にこれ食べたんですよ。ふるこさん、
もう2周目選ぼうみんな。あ、いいか、私はもぐもぐ食べるから。あ、いいのか、あの噛み締めたい、ゆっくり。ゆっくり食べたいから。みんなが選んでる。この幸せな後もせかされて食べるのはやっぱダメですよ。なるほど、はい、じゃあ次はですね、はい、選ぶ順番を逆回りにしてですね、はい、バキューカから選んでもらいましょう。はい、しきあれがもう一番カロリー少なかったからね。そう、確かに。バキューカを狙っていこう。最下位やから。バキューカいくつだっけ、 200?281 から。280か。そしたらもうスナさんとはもう500差あるの。うん、700 今のところビリ候補だから。やばいやばい、コンビニ弁当持ってきてくれないと。まだ勝ちを狙ってるから、一番勝ち筋のある、あ、これか。まあ強そうだね。こっちも一応5個入り5連やからな。1個100だからったら結構500か。500どっち、1個100あるかな、怪しい。意外とパンの部分少ないかな、多分。だけど1個96とかそんなもん、まあ、俺80いかない。4やじゃあちょ、100いってるかどうかでかいのよ。1個80だとしたら 1,2,3,4,5 で400ぐらいだから、もうメロンパンはもうね、絶対食べちゃいかんというレベルのね、カロリー爆弾だから。え、でもね、メロンパンよりも、え、な、みんなどんなにメロンパンに怯えてるのがびっくりなんだけど。じゃあメロンパンのカロリーはやめるな、ボスだよ。え、そんなんだったっけ、なんか本当だよ。メロンパンいきます。はい、私の中でメロンパンよりもドーナツの方が強いイメージある。まあドーナツもやばいよ。じゃあね、まあ俺は無難なとこ行っとくか。まあプリンパンいっとこうかな。おー、やる、長そう。そこそこでね、負けるのもね、俺は負けるわけでね。プリンパンはちょっと行こうと思ってた。あー、そうなんや。じゃあ置いとくよ。いや、いいよ、いいの、いいのかい。いいよ、じゃあ取っちゃうよ。順番なんでこれは行きましょう、うん、さあ、マオさん、俺とマオさん今100カロリーの差があります。やばいんだよな。いやー、悩む。俺でもこのプリン食いきれねえよ。このプリン食いきれねえよ。いや、正直、例えば 俺がこれを取ったら、真央さんってもう、いや、待って、こっちでもいいんじゃないか。いや、これ多分さっきの440と多分同じだと思う、どっこいどっこい。俺がこれ食ったら、真央さんって戦わないといけないのって、ここら辺になりますよね。うん。もうこれどうなんだろう、分かんない。負けたくねえ、真央さんに。ここもあるよ。これね、いや、これね、うまいっすよ、マジで。これマジうまいっすけど、マジ。食えん。短期間で一箱食べる。俺これ食べてた時期はちゃんと1週間ぐらいでなくなってたはずだから。ゆっくりゆっくりゆっくり食って。だからこれでもダメよ。これダメ。トリピだ、全部ダイエットしてるんでしょ。お気に入らなくていいの。ギリギリで俺に勝つっていう楽しみない。いや、ギリギリで俺マオさんに勝つって楽しみはあるんですけど。あるよ。僕がここで万が一にでもビリになってしまったら、なんか俺これマジ食わされそうなんで。うん、まあ食うだもんね。絶対に負けたくない。いや、だからここら辺で行ったらマオさんチキってね、こういうところに逃げるんですよ。ああ、これは少ないからって。だから俺は攻めます。あー、でも俺ドーナツもしんどい。正直お腹いっぱいですよ。、うん、普通に。でもね、この量もしんどいですよ。ちなみにじゃあフルコンサーサー、ごめん、ちょっとあのトリッピーとの戦うためだけにプリンパンの権利ちょっと譲ってもらってもいい？いいですよ。あ、俺最後に選ぶんじゃん。あ、うん、でもプリンパンって多分ね、俺勝てないと思うよ。ドーナツってやばいっすよ、これ。え、今そのトリッピが440、マオくんがいくらだっけ？320。おー、120の差か。結構でかい差だよ。男性の1日の摂取カロリー目安っていくらぐらいですか？2000か、うん、2000、まあ1500から2000。2000だし、図体がでかいとまあ2500。プリンパン俺過信しすぎてるかもしや。てか、ね、高いんだろうけど、高いんだろうけど、一発逆転はちょっと難しそうだね。勝ちに行けよ。勝ちたい、勝ちたい。勝つとしたらこれにプラス120キロカロリーのやつを多分チョイスになる。これの120キロカロリープラス。こいつがね、500だろ。500の800で、そっちか。これギリ勝てないぐらいな気がするんだよな。うん、これ勝てないですか？これ勝てないと思うけど。まあまあ、これか、これじゃない。でも俺、これ食って負けたらマジで嫌なんだ。これ食って負けんの、これ食ってこれだからね。これ食ってこれ食わせるの絶対嫌だ。でもだからといって初手でこれは行きたくない、別に。もうすごい、お、重たすぎる。いい感触だよ、ほら。あー、気持ちいい。食べたいな。え、マオさん、それかもう負けですよ。負け見てこれ。ああ、これ これとこれね。え、待って、プリンパンじゃ勝てんかこれ。プリンパン、いや、分かんないですよ。実際すごいカロリー高いかもしれない。いや、プリンパンがこうオールドファッションとより120キロカロリー高いとは正直。俺マオさんがプリンパンに逃げないようにこれ、うん、いや、だからトリッピーね、すごいいいとこ選んだ。あの、これは絶妙ね、うん、これプラス120って結構戦わなくちゃいけないなっていう、うん、いきます。おー、く
これで、これは負けた。これで負けた。さあさあさあ、ガチで負ける可能性出てきた。さすなさん。でも、いや、動画的にはこっちの方が絶対面白いだろ。絶対負けねえからな。え、でも、私も700でしょ、正直。もう何してもいい。何してもいい。負けない。これでも負けないと思う。あのね、違う、勇者が結構2人いたから、多分両方とも800ぐらい超えると思うんで、ね、800ぐらいをメイドで今戦ってます。でこれ多分100とかだから、下手したら800で並んじゃうんだよね。あ、そうね、やや攻める。私200ぐらいだから、まあ、プリンペンジいいんじゃない。多分ね、これ多分250。ああ、やっぱ軽い、意外と軽いですよね。多分310とか。なのでこれで多分私多分950になるんで、うん、950だったらさすがに逃げ切れると思う。スザさん、今だけで1000キロカロリー摂取。あのね、成人男性の半分を今あのちょっとクラクラしてる状態。本当に久しぶりの砂糖とかあったから、もういいね、気持ちよくなっちゃうね。さらに気持ちよくなろうと思います。プリンペンで、はい、うん、じゃあ俺どうしようかな、うん、ラストこれでもいただいておきますか。これ高いんじゃないのかな。意外とね、なんか分かんないですよ、予想できないですよ。これ重そうでしょ。多分これ310かな。ね、うん、まあそのくらいだと思う。これ、ね、がベベになってもあんなんで、はい、一応威力です。はい、はい、カロリー解消しましょう。はい、じゃあね、須野さんからこう回りにしていく。はい、はい、まあ私じゃあ700キロカロリーにプラスして、もう勝者の余裕。はい、でん、あ、318なんで、あ、これすごくね、310っつって、なので大体ぴったり1000ぐらい、私は。700最下位のメロンペン逆転なるかだな、これ。500ぐらいはなんか話になるんだけど、負けるかが結構ね、危ない。メロンパンそんなに意外と負けるかがこのメロンパン結構ちっちゃいんだよな、はい、450ぐらいな気がする。ドン、あ、350。弱い。だからほメロンパン、ドーナッツの方が重いんだって。そうか、俺なんかこんぐらいも、そうか、サイズはもっとでかいやつあるもんな。そうか、私の、はい、このいちごミルクでございますが、はい、ドン288キロカロリーです。え、意外とね、680。あ、680。こんなに勝負しなくてよかったのか。僕見ます。はい、これドーナツ2個目だぜ。510。すごい。だからドーナツはやばいんだって。強い。512。ごめん、すいません。だからメロンパンでなんでそんな戦々恐々してんの、これだよボスは。ごめん、食べたくない。待って、え、しかも俺多分負けたから俺プリンだろ。まあ、1個あたりは多分1個あたり74。あ、かける5、まあ360、370、370。ちなみにこれはいく、いやでもどうなの、これも多分ね400だと思う。あ、そんなにあんの。あ、350。プリン見ません。プリン怖い、めくりたくない。474。でもこいつの方が高い。え、お前のそれやば。じゃあ俺なんかこれがまずいやじゃない。セリフ罰ゲームしてる。で、最下位はでも負けるかかな。そう、僕サッシャいくらだった。1袋25で、これね、28袋入ってるから25×28、うん、700あ、そんなぐらいある。いや、サッシャやば。700。俺こいつ食ってるはずだが。まあこいつ食えば勝てたけど。いやしんどいよ、1箱食うのは。じゃあ食べますか。食べましょうよ。そう、だからもう毎回おい、負けるならこれ買っときゃよかったね。いやだからね、サクサクのドーナツ食べたいなって思うために裏でカロリー見てやべえってそっと置いてた記憶がある。これで取るならマジミスタードーナツ行きたい。ゴールデンチョコレート食べたい。いただきます。あ、すごい美味しそう。美味しそうだけど、美味しそうだけどちょっとお腹がもう。食べきれなかったら最下位説あるよ。いやいや、でも食べきれる。大丈夫、いけるいける。いただきます。ドーナツ何枚でしょ。ドーナツっていうか多分その油で揚げてるのサクサクタイプがやばい。ああ、うん、ちなみに優勝はそんなさんもう1000超えてるし。あ、そっか、うん、確かに。うわ、あんまいうまい、あんまいあんまいうまい、うん。これちょっと甘すぎてそっとしそう、これ。まあ、一気に飲むにはちょっともうやばいってね。このラインナップのやつを2個ずつ食べてさ、うん、この雰囲気になるのマジでおっさんだと思う。JK なら喜んで、喜んでるけど今キャップキャップよ。なんか一番いいよねって感じで、コロッと食べてる感じするもん。2個でこんなんやばいよ。2個でもうちょっと目が血ましたね。どうで、心臓がすごいちょっと強く鼓動してるんだよね今甘すぎてしんどくなってきて、俺そば食べたいもん。あ、
蕎麦のあのつゆ食べたいなんか。あーちょっとしょっぱいやつ、ね、あの かけそばのつゆだけをちょっとずずっと、ね、ずずっとずず純粋にずず食べました。はい、私もちょっと残ってました。まだ食べます。完食で今バキウカがさらっと罰ゲームに移行しようとしてるけど、あさらっとメロンパン食ったけど再開だったんで、うん、これも食べます。はい、いただきます。まあ企画の再開としてじゃあバキウカが食べるし、ダイエット対決の負けた人はどっちかな。おやおやおや、なんかまだなんか食パンも残っちゃってるね。あはは、なんか食パンをこのプリでディップする感じね。確かになんか久しぶりのカロリーで眠くなっちゃってるね。マークマーク、はい、うわあるいはサシャで 700g って 700kcal 全部もらっちゃう。バイバイ。これ食べずに帰る。じゃあちゃんとあのなリンク貼る20秒はこれを高速で食べてる、あの倍速で真帆君が食べてる。練習で食べきったやつちゃんと写真に載せるから。ほなね。ほなな。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。落とそうとしたのにバレちゃった。食べないつもりなのバレちゃった。